ショヒドミナール、ショヒドミナール、ベンガル語は、バングラデシュの首都ダッカにある国定記念碑。1952年に起こったベンガル言語運動の犠牲者を追悼する目的で建設された。1952年2月21日、母国語であるベンガル語の対等な社会的地位を要求したベンガル人の視聴者へ、パキスタンの警察隊が発砲し、多くの学生と、 政治活動家たちが殺害された。この虐殺は、ダッカにある、ダッカ薬科大学とラムナパークの近隣で起こった。同年2月23日に、一時的な記念碑が、ダッカ大学と別の教育機関によって建設されたが、そのすぐ後の2月26日に記念碑は、パキスタンの警察により取り壊された。言語運動は、勢いがつき、長期にわたる、争いの後、ベンガル語は、 ウルドゥゴと対等の地位を獲得した。運動で死亡した人々を追悼するために、バングラデシュの彫刻家、ハミドゥルラハマンによって、ショヒドミナールがデザイン及び建設された。記念碑は1971年のバングラデシュ独立。戦争が起こるまで経っていた。この戦争で、パキスタン軍が実行し、結果として5万人の市民の命が奪われたと推定される大量虐殺。 サーチライト作戦が行われていた中で完全に破壊されてしまった。バングラデシュの独立後、記念碑は再び建設された。現在、ショヒドミナールは、ダッカにおいて文化的な活動の中心地となっている。毎年、この記念碑で、言語運動の慰霊祭が行われる。最初のショヒドミナールは、2月21日の運動のすぐ後に建設された。 この最初の記念碑の主な計画者及びデザイナー、サイードヘイダーによれば、この場所へ建設するという決定は、最初に、ダカヤッ科大学の学生たちによって下されたという。建設計画は2月22日の真夜中からスタートし、工事は、その翌日に始められた。当時、この場所では、夜間外出禁止令が出されていたが、生徒たちは2月23日の午後に、 ミナールの建設を開始した。彼らは夜を徹して作業を行い、夜明けには工事が完了した。ミナールには手書きで、シャヒドスマライタストンブホ、犠牲者の石踏みの意の文字を書いた紙が貼り付けられた。この最初のミナールは縦10フィート、横6フィートの大きさであった。ミナールは虐殺で殺された、ソフィウル・ラハマンの父親により落成式が行われた。しかし、 これは、その後数日で、警察隊とパキスタン軍により取り壊されてしまった。バングラデシュの政党アワミ連盟が力を持つようになると、政府による報復を恐れることなく、新たな記念碑を建設することが可能となった。著名な建築家であるハミドルラハマンが、1957年に建築が開始される、ショヒド・ミナールのデザインを作成した。ミナールの基礎となる石は、 1956年2月21日に敷かれている。ハミドゥルラハマンのモデルは、ダッカヤ薬科大学寄宿寮の庭にある広大な土地に巨大な複合施設を建てるというものだった。この巨大なデザインには、記念碑中央の講座に佇む母と犠牲となったその息子を象徴した半円形の柱が含まれていた。また、太陽に反射する目を象徴した黄色と深い青色の、 ステンドグラスは、その柱の動く影を反射するようにデザインされた。ミナールの地下にも、言語運動の歴史を描いた1500平方フィートに、及ぶ、フレスコ画が含まれていた。ベンガル語のアルファベットで装飾された柵は、全面に建設される予定であった。他に、赤と黒に彩られ、二つの相反する力を、示している二つの足跡も、デザインのうちの一つだった上に、博物館や、 図書館を建設することもまた、ラハマンの計画には含まれていた。目のような形状をした泉が建設される予定もあった。ラハマンは、特に記念碑が、地域一体の熱帯性の気候にも耐えられるように、記念碑をデザインした。建設工事は1957年11月に、開始されており、この際の建築監督は、ハミドル・ラハマンとノベアハメドであった。地下街、ダン。 柵のついた柱、足跡と壁のいくつかを含む工事のほとんどは、戒厳令が導入されて工事が中止させられた際に完了している。よって建築が竣工に至ったのは1963年のことであり、ラハマンのデザインの多くは完成されないままとなった。記念碑は1963年2月21日、言語運動の犠牲者アブール・バーカトと橋田ベーガの母親により、 学生式が行われた。しかし、1971年に起こったバングラデシュ独立戦争で、ミナールは激しく損傷してしまった。設置されていた柱も、この闘争の中で破壊されている。パキスタン軍はミナールを破壊し、その瓦礫の上に、モスクと書かれた看板を立てた。現在のショヒドミナールのデザインは、主に1957年当時の原案を、 継承したものだった。ミナールは14フィートある高い段の上に純正の大遺跡を用いて建設された。階段と柵は神聖な要望を作り出すため白く塗装されている。両側のフェンスは鉄製の文字で著名な詩人の詩の一節が強調されている。また記念入り口には二つの像がある。それ以前の1973年2月に 政府が諸秘ドミナールの修復を急いだ結果、ミナールは計画とは誤って建設されてしまった。柱の高さは短く、頭頂部は当初計画されていたものよりも折れ曲がり、記念碑の他の部分もきちんと整備されていなかった。諸秘ドミナールの修復は、ホサイン・モハメドイル・シャド大統領の政権下でも再び開始された。この時、主な段と柱は作り替えられなかったが、 階段は全面に拡張され、ミナールの下部にあった小屋は閉鎖された。また、全面の建物も高く作り替えられている。その結果として、建物や階段の区域一帯は増強された。諸皮ドミナールは、バングラデシュのシンボル的な記念碑であり、バングラデシュ国外においても、大規模なバングラデシュ人コミュニティが存在するいくつかの都市では、レプリカが建設されている。 日本では池袋西口公園にバングラデシュ政府から寄贈されたレプリカがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。